M875mm 自走榴弾砲は第二次世界大戦中に開発されたアメリカ合衆国の自走砲である M8 スコットの名でも知られる。本社は M5 軽戦車の車体をもとに開発された。試験車両は量産型 M5 軽戦車の砲塔を撤去しオープントップの新型砲塔に置き換えた。この車両は T47 と呼称された。本社の兵装は 新規に開発されたオープントップの砲塔に合計 75mm の M2 榴弾砲を装備したもので、後には回収を加えた 75mmM3 榴弾砲が装備された。本社は46発の 75mm 砲弾薬を搭載した。弾薬の種類は M89 円幕弾と M48 構成の榴弾であった。量産型 M5 系戦車が 同軸や車体前方に装備した M1919A47.62mm 機銃は本社には装備されなかった。副兵装には近接防御と対空防御のため砲塔のタワーマウントに M22.7mm 重機関銃1丁を装備し 12.7X99mm ナトダウン400発を搭載した。1942年4月。 T47 は M8 自走流弾砲として量産に移行するよう命令された。量産が実行されたのは1942年9月から1944年1月までである。総計1778両が量産された。対戦の間、M8 自走流弾砲はイタリアでの作戦、西部戦線、太平洋戦線での戦場に投入された。本社は、 第一次インドシナ戦争で、フランス連合及び、ベトナム国によって使用された。また本社は1 0 5ト、mm、ル榴弾砲を使用する、M7 自走砲によって、後半に代替された。http コロンスラッシュスラッシュメーラー .fsu.edu スラッシュ、アカーク、タンクス、ユナイタドステイツ、セルフプリペリデガンズ、アスプグ M8a1.jpg メキシコの、DN、 v バッファロー。ありがとうございます。